ノルウェージャンスター、または、ノルウィージャンスターは、ノルウェージャイクルーズラインが運行している、クルーズ客船。ノルウェージャンスターの船名は2代目にあたり、船内は元ロイヤルバイキングラインのロイヤルバイキング、C で、現在はフェニックスゼンのアルバトロスとして、就航している。ノルウェージャンスター級の一番船で、2001年10月31日、ドイツのマイヤーベルフトで竣航。 戦火は3億8000万ドル。11月17日にマイアミで両戦、ノルウェージャンさんと同時に命名式を行い、11月19日のパナマ運河クルーズでデビュー、12月16日よりハワイファニングジマクルーズに就航した。本戦はもともとスタークルーズがスーパースターリブラとして発注していたが、2000年にスタークルーズが NCL を買収して参加に収め、新造船を優先的に配船する方針を取ったため、NCL の客船として巡航した。その後、2004年4月までハワイファニングジマクルーズを行っていたが、天廃のため船内階層と船体に星とリボンをあしらったイラストを施し、2004年5月30日からアラスカクルーズおよびメキシカンリビエラクルーズに就航している。また、 同型の2番線が2002年に建造された。ありがとうございます。